の人、何時くらいに帰ってくるの？私、もう少しそばについてようか？風の時って心細いでしょ？本当に大丈夫？あ、コップが空だね。飲み物持ってくるよ。寝て、たくさん汗をかいたら、水分補給しなくちゃいけないもん。わかった。冷蔵庫の横の棚、だね。あれ？その場所って。昔、お菓子が隠されてたところ？でも、二人で協力すれば手が届いたんだよね。懐かしいな。例えばすぐ無理しようとするんだから、ちゃんと休んでいないとダメだよ。ほら、横になって。あなただったら浮かんだメロディーが消えたりしないよ。あなたに限ってそんなこと絶対ないから、私が保証するよ。これでも不安？それなら鼻歌でいいから私に聞かせて。そうしたら私も覚えていられるでしょ。あなたの恥ずかしいところなんて私見慣れてるんだからね。今更だよ。曲を聞かせてくれたらおとなしく眠ってね。私ずっとそばについてるから、あなたが聞かせてくれた曲のことを考えながらね。